大谷川橋梁は、栃木県日光市の大谷川に架かる、東武鉄道絹川線の鉄道橋である。下付木道の大谷向き今市駅から、新今市駅に廃駅間の建設工事に伴って1919 19年に、完成した。下今市駅大谷公駅間の、利根川水系絹川支流である大谷川に架かる、全長322.8メートルの橋梁である。初代は、 単線した自式平行源プラットトラス2連8連の形式である。トラス2連は、もともとは、ホロナイ鉄道から払い下げられたホロムイ川橋梁、及び一区春別川橋梁の米国コフロードセーラー製トラスであり、1881年製造の電鉄製である。8連は、九州から払い下げられたドイツ製である。二代目は、 単線下地式平行原プラットトラス2連、単線下地式プレートガーダー8連の形式である。プレートガーダーは横川橋梁製作所制である。ドイツ製の橋桁は老朽化のため1967年に撤去され、プレートガーダーに掛け替えられた。三代目はトラス2連をプレートガーダー2連に掛け替えた、単線下地式プレートガーダー10連の形式である。 トラス2連は1996年3月に東京鉄骨橋梁製作所により撤去されており、うち1連は1999年に東海旅客鉄道三島社員研修センター施設内に移設し展示されている。もう1連は土木遺産としての復元化及び保存のため、1999年に故郷の北海道岩見沢市に里帰りしている。ありがとうございます。